プロ野球、打点すぎて終わる。セリーグは全チーム防御率2点台、パリーグは打率ランキング首位が3割8厘の中村晃となっております。150キロが当たり前になったらそりゃ打てんよ。うちの朗希がすまんな。今こそラビットボールや。背はマーパはシンドル、一個もおもんない。マジで打点だよな。ボール変わったなんて話聞かんけど、あの巨人がチーム防御率2点台、フェイスガード付きヘルメットが普及してから打点になってる感があるけど関係ある？ピッチャーはトレーニングとラプソードで進化し続けるからね。日ハムが勝ってるから甘え。日本はファールゾーン広すぎ。外国人のレベルが低いからって言ってた。里崎が昔は打てる外人がたくさんいたし、飛ばないボールをもんねは絶対違反玉だろう。打てる外国人がいなくなって一軍では厳しいような選手が出さなきゃならなくなってるって言ってた。今年明らかに貧打傾向じゃね。これからみんな打ち出すのか。うちのチームだけめちゃくちゃ打たれてる気がするのに意外。投手力がめちゃくちゃ上がったって感じでもないよな。マジでボール変わってるんちゃう。エスコンで激狭になったハムの HR が札幌ドームより減ってんの笑うわ。ご視聴ありがとうございました。